京急線型1701編成が性能確認試運転を行いました。京浜急行電鉄は、今日25日、線型1701編成の性能確認試運転を行いました。京急線型は、2002年に登場した通勤型電車です。製造から21年が経った現在も製造が進められています。2023年度は、2編成が製造される予定となっています。7月には、1501編成が落成し、11月には、1701編成が落成しました。1701編成は、線型の22次車となり、8両編成となっています。線型に1700番台が登場したこととなりました。この編成は、J トレック横浜にて申請されました。11月3日未明に出場しています。その後、今月21日に夜間高速試運転が行われ、22日からは、日中時間帯における試運転も始まりました。今日25日は、先週22日に引き続き、日中時間帯において、性能確認試運転が行われました。試運転は、京急本線の金沢文庫と、京急川崎の間で実施されました。試運転を経て、今後、営業運転が始まる予定で、1500型を置き換えます。これで、12月25日の KAB ニュースを終わります。